はい、皆さんこんばんは。今日は石秀です。今日の配信テーマはですね、3つの顔を持つ意味というところなんですけども、いつも僕の本講座でですね、3つの顔を持つっていうのはすごく大事ですよってお話をしてるんですけどもね。でよく一応美容の中では、美容業界の中では一番よく言われるのは、やっぱりあなたにお似合いのメイクとかね、私はどんな色が似合うでしょうかとか、どんなメイクをすれば私の個性に合っていいでしょうかとかね、そういうお悩みというかアドバイスを、求められることが非常に多いわけです。でよくいろいろと考えていくと、いろんなものってカテゴリー別にいろいろとね、区別されることって多いと思うんですね。大体ですけども、大きく分けて大体のその人間の気質っていうんですかね、考え方、思考のタイプっていうのは、大きく分けて3つに分かれると思うんですね。でそれはコミュニケーション学とか、いろんなそういう皆さん学んでるから分かると思いますけども、大きく分けてやっぱり触覚型、脳タイプでいうと触覚型とか頭頂葉とか視覚型とかですね、聴覚型とかってよく聞いたことあると思いますけど、3つ大きく分けて、それを僕は手タイプ、目タイプ、耳タイプって分けてるんですけども、でその自分が何の気質かということを、知っておくことによって、実はその違うタイプの気質の方々とのコミュニケーションが深まるということを僕は常に言ってます。例えば低タイプに生まれた時に低タイプであって、その低タイプの触覚型が考えているメイクが自分の好みですっていう形でずっと流れにやってきている人は、今度目タイプとか耳タイプのメイクできないわけですよね。なかなかできないんですよ。でそこを気づいてもらうことによって、僕は3つの顔を作ってくださいっていうのはトレーニングになるんですね。これ頭の中がこうちょっとこうね、パニックするぐらいになります。右利きで書いてたもん、全て右利きでやってたやつを全部左に今からやってくださいみたいなぐらいね、それぐらい大きなワールドが広がるんですよ。で頭の中で今まで何十年もやってきたメイクの作業が全くこう違うもんですからね。でそういうトレーニングを最終的にやるのが、僕今本講座って言ってやってるんですけども、かなりね、メイクを習ったことのない本当に初心者の方が一生懸命やって、自分で3つの顔を作ることになったことだったんです。そうなるとですね、どうなるかというと、ご本人が言われることですけどね、とにかくその顔を作るごとに頭のこう考える思考が変わると、感じ方も変わると、で言動も変わる、仕草も変わる、そんな感覚をやっぱり自分で初めて分かりました、感じましたということをやっぱりおっしゃるわけですね。だからまずは頭で考えるよりか、顔をとにかく取り替えてみる、最低3つ、女性の場合3つの顔を作るということをやってみますと、今までに自分がこうだって決めつけていた魅力が3倍速に変わるんですよ。こういう一応僕ね、その大きく分けてメイクのプロがやっているメイクノウハウの知識をですね、とにかく凝縮して、こういう風に描けばお顔は印象がこんな大きな差が出ますよってことを全部ここに、レシピを作ってですね、で教本を作ってですね、それを一般の方に3ヶ月、最短で3ヶ月ですけども、ぐっとこう密度の濃いですねレッスンをするわけです。そうするとですね、さっきみたいな写真のようにねできるようになるんですけども、その前にまずだから皆さんがしてもらいたいのがやっぱ眉なんですね。その3つの顔を作るときに必ず必要になってくるのが、もう眉のもう本当微調整、眉を微調整するっていうねテクニックはね、これ本当に必要になってきます。だから今日は全てのこのレシピのことを皆さんに説明することはこれ到底無理なので、もしね今日のこの配信で少し興味があるぞということの、思われた方はですね、ぜひ、これリンク先貼ってますんで、まずその、眉の無料メルマガ登録されてない方はまずそこを登録されて、それからこう眉のレッスンをしてください。まず基礎が大事です。あ、書いてくれてますね、はい、ひとちゃんね書いてくれてます。ひでさん左手で眉を書いてます、はい、こんな風に僕はライブ配信ね今も毎日やってます。ちょこちょこ見ていただいている方は、僕が提案していることをやっぱりやってくれてるわけですね。徐々にやってください。このシートもそうです。この練習もね、ひとちゃんだいぶやっていただいたんで、かなり上手になりましたし、本当に徐々に徐々に上手になっていくし、
そうするとね、運気が変わってきます。